はい、皆さんこんにちは。元気なアジです。今回は久しぶりの案件になります。いつかね、あのバスマット、軽装土のバスマット、うわこれいいなとかね、まあ、いろんなものを提供いただいた同じメーカーさんから、今回はこちらの商品を提供いただきました。 CO& スモーク、これ何かっていうとね、警報器になります。これね、あの煙とか、あとあの、一酸化炭素に反応して教えてくれます。音と光で教えてくれます。もう寒くなってきたよね。今日現在は10月の9日。朝晩涼しくなってきたよね。で、もっと気温が下がってきたら、元気なおじいはいつも暖房設備としては、石油ファンヒーターを使います。で、毎年のことなんだけども、寒いから締め切って、あのもう朝から晩までずっとファンヒーターつけてて、でやっぱね、一酸化炭素中毒になって顔が赤くなったりとか、クラクラしたりとかね、うわーってこう意識もろとなったりとかしたことが何度もありますね。で、あのそんなような話をしてたりとかね、あのトークも残ってると思います、バックアップにね。今年からはもうこれで安全だと思います、ね。はい、一体どんな商品なのかね、ちょっと簡単にアマゾン見てみましょう。こちら、テラリン。はい、壁掛け式の一酸化炭素警報器というものになります。ちょっとね、ズームして見てみましょう。グーンって感じでね。はい。まずね、コンパクトなので、まあ、設置が簡単。ね。そして、あの知能検知、まあ、これ計測って書いてあるけども、まあ、あの細かい穴が、ね、いっぱい開いてて、本当ね、あの反応がいいです。評価もね、なかなかいい商品になります。で、あとね、大警報量80デシベル、これ実際に検証した動画をお見せしますけど、これ元気なおじいの耳つんぼでもちゃんと聞こえる音でした、ね。はい、そしてね、まあ、利用用途としては、まあ、キッチンに置くとか、あとまあ元気なおじいはここでファンヒーター使うけども、まあ、ストーブの近くに置くとかね、あとはあの車の中、キャンピングカーで出かける方も多いと思うんだけど、あのこれからね、キャンピングカー締め切っていろいろコンロ使ったりとか、まあ、中で暖房設備使ったりなんかして、でやっぱ知らない間に一酸化炭素中毒になっちゃう場合があるんで、まあ、これを車の中に取り付けておけば、まあ、目安になるよっていうことなんだね。はい。そしてね、まあ、案内見ていきましょう。まあ、形は丸くてシンプル。そして LED が明るいんだよね。で、ここにあの数字がつくようになってます。ね、これ、おじいはね、ここすごい重視してるんだよ。あの配信しながら一日中録画撮ったりなんかして、クラックラックラックラすることが結構今まで何度もあったんだよね。これね、一酸化炭素中毒になると、頭痛、吐き気、息切れ、立ちくらみ、ね、で、めまいで気絶したりする。おじい、これね、あるんだよ、本当に。毎年毎年なっちゃう。一番寒い冬に。で、中途半端に寒い時だと、こう、なんか生ライブ配信やってる時だと、おじい、そろそろ換気した方がいいよって生だから教えてくれるんだよね。で、わあ、これこれとか、おじい顔が赤いよとかね、ちょっとやばいんじゃないのって、あの空気吸った方がとかね、そういうのが今まであったんだよ、ちゃんと。で、生ライブ配信して教えてくれるんだけども、でも寒いから、うん、分かったって、まあ、トイレ行ったりとかね、ああ、なんかちょっと楽になったとかね、意識してきたとかね、そういうのがあったけど、今、生ライブ配信やってないで、おじい録画撮りながらひっくり返る可能性があるよね。ほんとこれね、あの心強いなと思って、今回はみんなが見えるところにちょっとこれつけとくからね、今後楽しみだね。うん、石油ファンヒーターガンガン、まあでもね、これに頼らず定期的にやっぱちゃんと換気をしなきゃダメなんだけどね、本当はね。はい、じゃあね、ちょっともうちょっとね見ていきましょう。ティロリン。はい、そしてね、まあ、これあの実際の設置方法、設置例とかなんだけども、これね、あの天井から30センチ以内に設置してくださいとかね、あのこういうあの台所につければいいとかね。で、設置方法なんかは、あのこうやって取り付ける、まあ、そんなに難しいもんじゃないね。ネジ2本しかないから、2箇所しかないからね、他に難しいことは何にもない。ただ1個ね、あのコツがあるので、
それをおじいがこの動画で説明したいと思います。ね。そしてね、この警報器なんだけども、元気なおじいがこれ一応開封して下に行って、それで一応燃やした紙と車の排気ガスで2つで実験したんだけど、燃やし紙については、今日風が強かったんで、換気がもういい状態になっちゃうんで、こう燃やしてもみんな煙が流れちゃうんで、ちょっとその実験はね、失敗しました。煙がこれに当たらないと、でこうやってやったりするけども、吹き抜けちゃってブワーッつってね、換気がいい状態なんで、一定濃度以上にならないとこれ反応してくんないんで、それはダメだった。で、一酸化炭素中毒の排気ガスの方は、これはね、すぐだった。で、レビューを見てもタバコの煙とかそういうのもすぐにね、ある程度たまると反応してくれるって書いてあるし、なかなか評判はよろしい商品です、これね。それでこれがね、実際に商品の方をちょっと見てみると、こっちです。テレリン。はい、おじいがね、開封した時に写真をしっかりと撮ってありますね。箱はね、こんな感じで、まあ、商品がね、 CD&スモークって書いてありますね。はい、そしてこのローズ、これはね、一定の、要は危ないもの、要はいろんな電子機器とかに定められてる、まあ、特定の有害物質の使用制限ね。で、これは EU だから、ヨーロッパの方かな、あっちの方のね、指令なんだね、これね、規格なんだね。で、こういったものもちゃんと基準をクリアしてますよっていうね、ちゃんとチェックが入ってるからね。はい、でここら辺はね、横文字で書いてあるから、まあ、ちょっと解読しないと面倒くさいね、ここね。で、蓋を開けるとこんな感じで、ここになんか見えるよね。はい、ズームしてみると日本語のマニュアルになってます。ちゃんとね、日本語説明書付きです。で、これぐらい大きいペラの1枚になってます。はい、ちょっとズーム見てみるとね、ちゃんと火災警報器日本語取扱説明書ってことで、分かりやすく書いてくれてあります。で、これがね、まあ、煙の場合の検知は、まあ、0.1%、これ、なんていうんだね、こう、デジベルミリうんちゃらくんちゃらってね、まあ、どれぐらいで反応するというのが、基準があります。で、一酸化炭素はね、確かこれね、PPM はね、300だっけかな、300ぐらい超えると確か反応すると思います、これね。で、使い方は、まあ、電池を入れてテストボタンを押して正常動作を確認して、それでそのままご利用くださいってことだよね。このようにあります。で、この指示ライトっていうのがあるので、これもね、おじいがちょっと説明しないと分かりにくいと思います、これね。で、これ一酸化炭素濃度は、そうだね、これ記憶が合ってた、 300ppm 以上になると、3分間アラームがね、鳴ってくれます。ブザーが5秒ごと4回、この動画もちゃんとしっかり撮ってありますね。で、マナーモードもあります、これね。はい、こんな感じで。で、商品自体は、こんな感じ。ビニール袋に入ってます。じゃあ、取り出してみましょう。で、これが取り付け用のビスになります。じゃ、商品を取り出して、このね、箱の底にもあるのが、これがね、英語のマニュアルになります。日本語ではありません。ね、こんな感じ。で、商品を見ると、まあ、デザインはいいよね、とっても。で、この注目ディスプレイのところね、おじいの大好きなこのベロベロ これベロベロ、今ね、半分めくってある状態です、ね、これ、録画撮りながら一緒にめくろうかなと思って、みんなと一緒にめくる、ね、で、ここのところ見ると、はい、ボタンがあります。このボタンがテストボタン、逆についてるよね。これ、天井に取り付けるとひっくり返るから、まあ、文字がこう逆になっててちょうどいいんだね、これがね。はい、裏側はこんな感じ。そして、蓋を開けるのはこれね、ツイストって書いてあるよね。ねじる。ねじる。ねじる。左側にねじるとオン。左側がオフ。閉まる。開く。ね。そして開けました。で、ここにはね、単三電池が入ります。でね、ここちょっとね、注目してもらいたいんだけど、よいしょっと。ここの部分。ここの部分がちょっとこう出っ張ってるよね、ここの部分ね。で、これ一番最初に電池を入れると、ここの部分が奥に引っ込みます。引っ込むと蓋が、これがね、閉まるようになる。こ
この出っ張りの部分が一番最初は邪魔して、きちんとロックできない仕様になってます。新品状態の証です。で、一度でも電池をね、セットすると、奥にガチッとセットすると、これが奥に沈むんで、この蓋が、この邪魔な突起物がなくなるんで、奥までちゃんとロックできるっていうね。ちょっと実際に物を見ないと分かんないと思うんだけど、そういう、なんていうかな、ロックね、ギミックがあります、一個ね。はい、これちょっとズームした感じ、ここの部分なんだけどね。で、電池をセットしてみます。充電池使ってね、充電使いました。時計とかたまにあるんだよね、充電池だと使えないってやつ。微妙な電圧の違いとかね、あとサイズが微妙に短いとか、接触不良とかあるんだけど、これはね、充電池がちゃんと使います。はい、セットするとこんな感じ。で、ここの部分ね、今言ったようにね、ここの部分、この電池がね、ちょっと上に浮いてるんで、グッて奥に押し込むと、このボッチがね、沈みます。奥の方に行きます、これね。で、一応こうしてね、カウントダウンが始まります。最初に電池を入れると。で、カウントダウンが始まったら、ピッ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 ってね、テストのアラームが鳴る構造になってます。このように青とか赤の LED がついて、このように液晶がついて、動作チェックをします。ね、こんな感じで。で、カウントダウンが始まる、これね。で、これが今言った、一回電池を外した状態なんだけど、表に出ていたこのポッチが、電池をセットすると、このように奥に引っ込みます。これがね。これがもう、電池をセットした証みたいな、ね、感じになります。この出っ張りがね、下に沈む前は上に出っ張ってるんで、蓋が閉まらない構造になってます。よく考えたらこれね。はい、で、これがね、警報器の、カウントダウン中なんだけどもね、実際にね、これ放置しておくと色がついてお知らせしてくれるんだけど、ここは今緑色になったでしょ、これね。これがね、赤とか緑がつきます。60秒とか80秒に1回ぐらいね。で、ここで今動作してますよっていう判断をすることになります。これ、レビューを見てると書かれてるんだよ、これね。これ、このままセットするんだけど、電池がね、半年ぐらい持つみたいです。で、これ、動作してるか動作してないか分かんないんだよね、パッと見た感じ。で、じーっと見てると、出て60秒から80秒ぐらいに1回、緑色が見れます。ピコって点滅します、これね。そしたら電池がありますよっていう合図で、赤い LED でピコってこう光ったら、もうそろそろ電池が減ってきてるから交換してくださいねっていうサインになります。これ実際にね、しばらくこれ80秒ぐらいずっと持ってるってのはちょっと大変なんだけど、ピコってつけよう、ピコッと ピコッとつけよう。はい、じゃあこれ実際にどんな感じなのか、車の、排気ガスね、一酸化炭素中毒になることを想定して、ちょっとこう近づけた場合どうなのか。で、おじいまだその時には説明書をしっかりと熟読してなくて、で、どうなったらつくのかなって、分かんない状態、一か八かでこう撮ってきた動画になります。実際には一酸化炭素濃度が 300ppm を超えると、ピッ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 ってこうアラームが鳴り出します。それまではどんどん濃度がね、上がってく、この数字が出てきてカウントします。もうちょっとでも反応すると、一酸化炭素反応すると、123456ってどん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 数字がね、上がってきます。300超えたらアラームになります。それを前提でこちらの動画はご覧ください。はい、どうぞ。はい、それではね、この放置機、今ね、車のエンジンかけたので、よいしょ、今ね、ここから排気ガスが出てるので、これちょっとね、近づけてみたいと思います。ここにね、こう出てきた。自動的に電気がついて濃度を測ってます。ってことは、エンジンかけた時はボワンっていくから、多いからそれでいくってことかな。ここだと密室になってないから、今日風強いんで、
バンバン流れちゃうけど、一定の数字以上になると、ピピピピって一発なんだよね。ちょっと一回エンジン切って、ちょっとそれでやってみようか。よいしょ、ちょっと待ってね、一回切ってつけ直すんで。はい、そういうことでね、今エンジンをかけてみました。で、こうして近づけてみて、あんまりあれだね、かけた瞬間いかなかったね。これで今117。さあ、どこまで上がればピッ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 、ちょっとは、あ、鳴った。で、いくつになった？あ、342。342まで上がったら、濃度が上がったら、教えてくれました。ね、このようにね、警告です。で、これが下がるまでずっと鳴っててくれるんだろうね。ちょっとエンジン切ってこよう。はい、そういうことでね、今エンジン切ってきました。で、今202で、今174まで下がってきたね。よいしょ、 iPhone だからピント合うかな。今130まで落ちてきました。まだこの辺こもるんだろうね。ここ屋根になってるからね。はい、まだ鳴ってる。今74まで落ちてきたね。まだこもってんだね、きっとね。はい、今48まで下がってきました。これあれかな、一回鳴ったらこれリセット押すまでずっと鳴ってんのかな、もしかしたら。あ、消えた。もう37まで落ちたところでやっと消えましたね。はい、そういうわけで、二酸化炭素ね、中毒になる前にね、やばいなと思ったら教えてくれます。実験成功だね。よかった。じゃあ次の動画にどうぞ。はい、そんな感じでね、動画を見てもらいました。いかがだったでしょうかね。実際にあれぐらいの大きい音で警報器が鳴るので気がつくよね、本当ね。で、これからの季節、本当に暖房設備以外にも、あとカセットコンロを使ってお鍋つけたりとか、ね、いろいろあるよね。で、やっぱもう、一酸化炭素中毒っていうのがもう知らない間に起きると怖い。元気なおじいは、ジャパンさん、ね、YouTuber のジャパンさんって方がいて、で、そのジャパンさんが実際に危なかった。命が危なかった。本当ね、一酸化炭素中毒でね、もう行っちゃうとこだった。皆さん気をつけましょうっていうね、そんな動画を過去にアップしてたことがありますね。もしよかったらね、こちらのとこにその動画、おじいが見つけ出してね、ペッてこうリンク貼っておくので、本当ね、その動画ももしよかったら見てみてください。そういうことにもならないように、こういったものをね、やはり設置しておくと安心ではないかなと思います。この商品気になる方は Amazon のリンク貼ってきますので、興味があったら見てみてください。今日現在ね、6%の今クーポンになってるけども、これね、まあ、元気なおじいがこれをあまり大きく言うとあれかもしれないけどね、見る時期によってこのクーポンがない場合があるからね。今日現在10月の9日なんだけれども、6%のクーポンね、ここチェックするとこの値段よりも安く、ね、買うことができます。だと時期によってはセールをやったりとかね、値段が変化するので、まあ、ちょっとこうまだまだ寒い時期ガーってこう本格的に来るまで時間があるとね、じーっと見ながらタイミングを見てね、あ、安くなったと思ってパチッて押すのもいいんじゃないでしょうかね。そんなわけで、今回元気なおじいはまた別の動画を作るけど、これをね、実際に後ろに見えるところ、もしくはどうしようかな。ファンヒーターはいつもね、後ろの窓の方に置くと思うんで、
ここら辺に置くよりも、どっかここら辺、ね、壁のここら辺につけた方が多分いいと思うんで、今年は実際にこれが皆さんの目に留まるような形で、ちょっとずっと置いとくと思います。ね、こちらの方も実際に頭に置いておいて、おじいの動画見てもらえればなと思います。以上、最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひぜひ Amazon のリンクの方を見てみてください。おじいでした。またね。バイバイ。はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今日はね、こちらの警報器ね、煙とあと一酸化炭素に反応してピピピピって教えてくる警報器、こちらの方を部屋に取り付けたいと思います。で、説明書を見ていたら、一酸化炭素は軽いので、上から溜まっていくそうなんで、できれば天井から30センチ以内に取り付けてくれってことだったので、あと、ストーブとかね、そういうのの、真上はやめてくれってあったんだよね。熱だからね。だから、あそこにいつもファンヒーターを置くか、もしくはこの足元、ここにね、ファンヒーターを置いて足温めたりするんだけど、どちらも、ちょっと4メーター以内の設置って、ギリギリになっちゃうんだよね、離れると。どうしようかなと思ったんだけど、みんなに見える、あそこら辺につけるよって言ったんだけど、ネジをどこにやろうかなと思って考えてたんだよね。そうだね、ちょうどね、おじいのこの出入り口のここのところね、この天井がさ、電気製品とか、ゲーム機とか、フィギュアとかの箱置き場にしちゃうんだけど、一回足踏み外したんだよ。で、その時にミシッつってね、ちょっとミシッってなっちゃって、で、穴開いちゃったところがあって、で、穴のところがどうもね、なんていうの、木があるみたいで、で、そこだったらいいかなと思って、ちょっと、アウトカメラにしてみようか。ね、iPhone ってすごい不便なんだよね。録画しながらさ、インカメラ、アウトカメラ、切り替えできないんだよね。配信アプリみたいに。めっちゃ不便なんだよね、これね。ちょっとね、変えてみましょう。はい、そんなわけでね、不便な iPhone、アウトカメラに切り替えました。ここね、ね、こうして今ほら、こうなってるけど、ここに天井に、もう、ここにがっちりつけちゃおうかなと思って、で、ここね、踏み外してね、こうミシミシってなってちょっと下がっちゃって、で、ここね、何の穴か分かんないけど、見てたらなんかここ、多分空洞になってたらちょっとあれかもしれないんだけど、このベニヤがね、何センチあるか分かんないけど、とりあえずネジ締まるだろうなと思って、で、ここ、こうなってるんで、いつもね、気にはなってたんだよね、ちょっとこうやって見た時にね。で、この穴もちょうど埋まるから、一石二鳥かなと思ってね、ここに取り付けたいと思います。じゃあまたインカメラに切り替えます。はい、それじゃあね、本当はこの棚の上から近くで映した方が見やすいと思うんだけど、どのみち全体像が見えないと何やってるのか分かんないだろうから、ちょっと離れたところに置いて、で、声は拾わないと思うから、取り付けるところだけね、簡単に残しておきます。はい、それじゃあ、よいしょ。はい、手際が悪いのが元気なおじいの動画だよ。ちゃんと準備しないでやるからね。見てる人がね、これ見ながら同じ、一緒にできるように、そんな感じでやってるからね。はい、じゃあ、どこの家庭にもあるね、このよいしょ、電気出るドライバーね、これをちょっと用意してと、ちょっと弱くしとこうかな、半分ぐらいにしとこうかな。それでね、これ取り付けの上の部分なんだけど、ネジ2本開けるの、どういう向きで板がどうしようかなと思ったんだけど、そんなに重たいもんじゃないので、ここね、真ん中ちょっとドリルで穴開けてきたんで、ここね、本来ないんだけど、で、そこにこれネジ刺して、これでもうつけちゃおうかなと思って、グンっつってね、1箇所で大丈夫でしょうってことでね。はい、じゃあちょっと取り付けていきます。よいしょ。ここら辺で行くと思うんだけどね。
全然あれだね、見えないね。ちょっと待って、先にちょっと軽く穴開けないと、これバカみたいにでっかいから、あの先に穴開けないとね、分かんないな場所が。よいしょ、ここら辺でいいと思うんだけどね。よいしょ、どうだ。あ、いけるね。おそらくね、抜けちゃったから、ベニヤドームね、3ミリかそれぐらいしかないから、どうかな、弱いかな、ちょっとどうなってるか分かんないけど、本当はね、どっかに通ってるんだけど、うん、ちょっと調べるのめんどくさいんでね、まあしょうがない、落ちたら落ちたらまた熱ければいいやって感じだよね。うん、まああとは元なる山となる行きたいと思います。よいしょ、これ大変だね、今どこ穴開けたか分かんないや。あ、ここだ。よいしょ、モンキーが反対になったまま、よし、うん、あ、なんとかついたね。うん、ジャブについた。うん、ガッチリついた。見える？それでこれね、3箇所の爪になってるから、これ何回かやればまあチャレンジすると思うけど、これがね、この中で数字が、あの、でこの、スイッチを上に数字が出るんで、こっからこう見た時にこっち側を上にしてね、つけたいので、でちょっとこっち側からずらして穴見て、よいしょ、どこら辺かな、こっから、よいしょ、うん、よいしょ、はい、つきました。これでね、実際に動いてるかどうか見てると、緑色にパカッて光るから、赤く光ったらバッテリーが弱くなってるよ、で緑だったら電池があるよっていう合図なんで、ちょっとねじーっと見てみましょう。今光ったばっかだから、切り替えればね、多分1分以内に見れると思うから、ちょっと切り替えるね。はい、アウトカメラに切り替えました。これがね、今の警報器取り付け後です。でね、どっかここら辺緑に光るからね、赤か緑かどっちかが光ります。まあ電池が全部なくなっちゃったら何も光らなくなるけど、まあ大体わかると思うんだよね。 iPhone だからあんまりちょっとこうピントが合わないかもしれないけど、よく見ててね、どっかが光るから、まあ1分ちょっとぐらい見てれば多分見れると思う。あ、ほら光ったでしょ、ほら、ね、今光ったでしょ、ほら、ここら辺光ったでしょ。これが、緑色に光ったから、電池があるよっていう証拠になります。じゃあ、テストボタンを押してみましょう。ちょっとピント合わないね。あ、消えちゃった。ね。はい、こんな感じで。まあね、液晶角度によっては見えないんで、まあ、向きが関係あったかどうか分かんないけど、一応気休めでいいよね。はい、でおじいがこうやって配信してるので、でここにファンヒーターを置くか、あっちにファンヒーター、どっちかね、どっちかに置くので、もうめちゃめちゃ寒い時は朝一番はここで足元に置いて、あ、寒い寒いってこうしてやるんだけど、あと温まってきたらあっちの方に置く場合が多いんだよね。そうすると、まあどっちに置いても、まあ、天井に二酸化炭素が溜まりやすいので、まあ、場所的にも4メーター以内に入るし、まあ、いいじゃないかなと。で、上から、音が降ってくると聞こえやすいからね、特にね。うん、こんな感じでいきたいと思います。iPhone だからピント合わなくてごめんね。ロジクールと iPhone ダメだよね。はい、そんなわけでおじいでした。またね。取り付け編でした。